これ普通のタイプ。だいたい20代の若い人とかだよね。異物が鼻の奥入った時とか、まあ花粉症の時あと胡椒を振った時とかにこのくしゃみする。<ー>結構音が出るけどね。誰にも迷惑かけん自分の部屋とか。あと仲いい友達の前とかね。一回待たすんよ、友達を。あ、ちょっと待って。<laughs> 一回、ちょっと待ってって待たして、ハクションってやる。なんかうまい飯食おうときにくしゃみしたらなんか嫌な気持ちになるね。 全部入ったみたいな。ほであの、米とか食い降る時に、急にくしゃみしたら、米がずっとここに入った感じするよね。<笑><笑>水を飲んで、<laughs> 鼻の上にやるんじゃけど、全然取れんのよ。もうそっから何にも入ってこう。全然集中できん。あとなんか鼻毛が上に入ったりして、なんか気持ち悪い時あるね。友達とか親が何喋ってきても、ああ、ああ、ああ。は <laughs> つ <laughs> これあの、マスクずらす人。電車内とかで、このきっちりマスクしとって。<laughs> はええー、な、なんすかその、そのマスクは何のためにあるんすかええ、カホーすかカホーすかこれ。譲り受けてきたんすか代々これはじゃあ、何のためにつけてんですか何のためにつけてんですかってこう言いたくなる。なんかもうあの、キャッチャーがキャッチャーミットで取らんみたいな。キャッチャーがもう、もう避けるみたいな。まだこれならいいけど。はっまあでも確かにこの、これ。 マスクした状態で100%のくしゃみしたら、一日中この中もう終わっとるもんね。もうなんかあの、おねしょした感覚。グセマグこれ、おっさん。ただではくしゃみ終わらせん。もう、おら、これ、ボケがあるみたいなことを言ってしまうね。くしゃみの余韻ですらない時あるね。もうくしゃみの余韻終わっとっても、お,お,おら、ボケ、おら、うるら もう防御吐きたたいいいいだだけじゃななですかみたいなこれはもう50超えたあたりからこういうくしゃみしだすんだけど40代の時は1個ぐらいなの。ハクションくそほいがどんどん増えていってもう最終的に100歳ぐらいになったら2時間ぐらい喋っとる。クシ これ女子。女子のくしゃみってなんであんなちっちゃいんかな ?20 代とかの OL じゃね職場とかで。極力小さくする。まあ、あの、くしゃみをしたい生理現象より、ちょっと恥ずかしいという気持ちがカットあるね。そんなに小さいくしゃみでもちょっと恥ずかしそうにしたいのか。それ見て男はみんな、守ってあげたいって思うよね。これくしゃみを予測して、準備体制に入っとる人。なんか、くしゃみ来るぞって時に、 もうあの、急に来たらびっくりしてなんかこことか痛めちゃダメだけど、もういつでも来いっていう。来るなら来い来るなら来いみたいな。むっちゃアホズこの顔見られたら絶対舐められるね。職場とかで絶対やっちゃダメ。これ見られたら部下一斉にタメ語使い出す。次の日から向井おはようって言われるようになる。もうよく考えたら一番無防備よね。この瞬間が人生の中で。狙うならこの時だもん。ここまでやって、もうくしゃみが出ん時の方が体に悪いよね。あ、こんなと思った瞬間ぶっつかる。 抑え込んだ人すっごい変な音するね。聞いたことないような。絶対音感持っとるあの、宇多田ヒカルさんですら、音階わからんと。もう絶対代わりにどっかから出とるはず、耳とかから。ポーポーそれか地球上の他の誰かが代わりにくしゃみしとるはず。もうエネルギーは絶対あるはずじゃけどそれが消えてなくなることない。どっかで多分、誰かしとる。感謝した方がいいね。ヘクション。これ、爽やかな人。ヘクション。 もうあ,あの、くしゃみするときですら爽やか。ブリー匂いするね。唾がこう出て虹ができとる。ハクション。ハクション。これかっこいい。ハクション。二人でデート行ったとき、女性の目を見ながら。ハクション。素敵 <laughs> これあの、誰かに噂されとる人。<laughs> ちょっとね、いつもと違うくしゃみなあの、これはね、みんな感じ取った方がいいね。あの、くしゃみが出たら全部が全部誰かが噂しとるとは限らない。 いつ例えばいつもだったらハクションのところを「ハクチヒヒ」とか「ハクチとか「アッフッ」とかだったら「あ誰か噂してんな」って思った方がいいね噂の度合いにもよるけどねあいつパチンコ負けたらしいよぐらいだったら「ハ <laughs> クあいつ未だに携帯代親に払ってもらっとるらしいよとかそういうちょっと悪い噂だったら「<laughs> <laughs> ブン!」これ車が好きな人くしゃみもやっぱ寄ってくるよね車にブン で最後あのー、生ままれてて初めてくし,ゃみした人やりますね <laughs> 今回はこのくしゃみをするのはこんな人だってことでなんかもうくしゃみすぎて訳わ,わからんになってますねたまにくしゃみ失敗してなんかここ痛い時あるよねあれ何なん,なんだろうめっちゃ嫌なんだけどあれハクションだけでもきついのにここ痛いとかもう最悪って思うえやっぱ女性のくしゃみってこう <laughs> アクションホーラーみたいな女性おったら俺絶対好きになるねというわけで何か偏見シリーズランキングシリーズのリクエストありましたらコメントいただけると嬉しいですあとよかったら Twitter イ,インスタもやってますんで覗いてみてくださいチャンネル登録高評価ベルマーク通知よろしくお願いします以上向井ワンダーランドでした <laughs>